皆さんこんにちは、司会の柴山加奈子です。それでは7月1日からの島の国チャンネル、今回のラインナップです。今回は暮らしの情報コーナーと安全安心講座をお送りします。まずはじめは暮らしの情報コーナーです。今回は海ほおずきで遊ぼうということで、浜島町にある磯体験施設海ほおずきにやってきました。夏は海ほおずきの季節ということで、今日はいろいろな楽しみ方をご紹介したいと思います。海ほおずきの中に入ってきました。今日はいいお天気ですし、外でもう遊んでいる子どもたちもたくさんいらっしゃいます。さあ、ここからお話は施設長の谷水さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここではまずどんな体験ができるのか教えてください。はいはい、海ほおずきではですね、いろいろな体験ができるんですけど、今日はいろんな体験をご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。大きく分けて、4つの体験ができます。まずこちらですね、後ろにある磯体験なんですけど、深い磯と浅い磯、2つに分かれています。浅い磯は最大で水深が40センチ、深い磯は60センチの水深があります。常時だいたい約30種類ぐらいの海の生き物がいて、追いかけたり捕まえたりして、海の生き物と触れ合っていただくようなことができます。ちょっと上を見ていただきたいんですけど、ヒオギガイをイメージしてて、全天候型というところで、雨が降っても遊べるよというところなんです。で、あと浅い磯の方はバリアフリー設計になってまして、いろんなご利用されるお客様にも対応できるような形になっています。魚を触ったりするのが楽しいです。なんか魚取ったり、人で触ったり、水遊びしたりするのが楽しかった。楽しかった。次なんですけど、2番目ですね、志摩市の郷土料理の手こね寿司の料理体験ができて、だいたい作るのに30分ぐらいで作っていただきます。で、そこから自分で作ってもらった手こね寿司を食べていただくというようなメニューになっています。で、3番目なんですけど、水産加工体験、アジを使って干物作りの体験をしてもらってます。乾燥機で乾燥させて、真空パックでお持ち帰りできるということで、その日体験をしてお持ち帰りもしていただけるというようなことですね。で、最後になりますけど、学習体験、学習体験という名前なんですけど、魚のプレートに絵を塗ってもらったり、タコの枕っていう生き物がいるんですけど、その生き物にですね、色を塗ってもらって、思い出作りをしてもらうような体験になっています。はい、で、今日はですね、実際磯体験のオプションになるんですけど、アジ釣り体験を実際にしていただこうかなと思ってますので、基本的にですね、アジ釣ってもらってフライで食べていただくんですけど、ご予約によって釣ったアジを干物にすることができるんです。今日はですね、アジ釣りしてもらって干物作りにちょっと挑戦してもらおうと思ってますので、はいはい、で、ここからはですね、当施設のスタッフの鈴木がご案内しますので、はい、よろしくお願いします。はい、鈴木さん、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。アジ釣りの体験場所にやってきました、はい、私の手には竿があります、ね、あります、はい、これで釣るということですね。そうですね、はい、アジを釣ってもらいます。はい、はい、で、すでに餌をつけていただいていますので、はいはい、アジの機嫌がいいと、もう多分すぐアジの機嫌がいいと、はい、すぐ釣れると思いますので、ということで、では、はい、早速体験したいと思います、はいはい、これを入れるだけでいいですか。はい、大丈夫です、はい、えい、逃げてきましたよ。ほら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 、あ、引っかかったら、食べました、食べました、ありがとうございます、食べて、釣れました。いや、大きなアジが釣れました。いや、嬉しいですね。どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。はい、これは1人2匹まで、2匹まで、はい、釣れますんで、釣ることができるということで、
さあ、もう2回目ですから、私も。食べました。縦に。ここからがもう、これまた見事な大きいですね。アジを釣ることができました。これ本当に簡単に釣れます。できますね。小さい子から、はい。大事な取ったアジを、はい、バケツの中に。はい。はい、皆さんどうなんですか ?2 匹もう釣れる。ほぼほぼ。ほぼほぼ釣れるということで。釣れない方はもういない。記憶にないぐらいですね。記憶にないぐらい。はい、釣れなくてもあの2匹は保証しますんで。なるほど、はい。安心してもらって。いやもう本当にこれあの小さなお子様もちろんですが、はい、大人の方もそうですね、楽しめますね。もらえますね。はい。めちゃくちゃ楽しかったです、はい、そして今日はこの釣ったアジを、はい、干物に作ってもらいます。体験をさせていただけるということで、はい、はい、ではこの後もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、アジを釣った場所から移動してきました、はい、鈴木さん、ここはどういった場所なんでしょうか。はい、この部屋はですね、水産加工体験室といいまして、干物などを作ってもらう部屋になってます。はい、はい、ここで干物を実際に作るということで、そうですね、はい、はい、じゃあ早速向こうで、はい、このアジをさばいてもらいますんで、はい、はい、先ほど釣ったアジですね。はい、大きい方、ありがとうございます。はい、大きい方やりやすいんで、はい、はい、じゃあ実際一緒に、はいはい、やってみたいと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ、背開きで、開いていきますんで、はい、まずですねこのエラ蓋を開けていただいて、開けて尻尾まで、はい、背骨に沿って切ってもらいます。いかがでしょう。まだですねそうです、はい、もうグッとグッと、はい、じゃあ次はあの塩を振りますね。はい、はい、こちらで、はい、はい、先ほど開いたアジに塩を振るということですね、はい、もうちょっと多いかなと思うぐらいで大丈夫なんで、両面に結構塗りますね、はい、これくらいですか、もっとですか。もっと、はい、でこの後10分ぐらいはい、このまま置いときますんで、両面にで10分経ったらまたあの塩を水で洗い流しますんで、はい、その後タオルで水気をしっかり拭いてもらって、あとはあの乾燥機に入れて、はい、1時間乾燥したら出来上がりますので、はいはい、その後は、その後あの真空パックにしますので、はい、それはあのお土産として持ち帰っていただけます。自分で釣ったアジを干物にしてお家に帰って食べる、食べる、いいですね、はい、ぜひ多くの方に体験していただきたいですね、はい、そうですね、はい、谷水さん、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、今日はどうでしたか、体験してもらって。いやもう本当、はい、本当に楽しかったです、はい、初めてのことが多かったんですが、はいはい、もう本当に楽しくって、うん、これならお子さんめちゃくちゃ楽しいでしょうね、うん、はい、そうですね、まあ、今日体験していただいたのは、アジ釣り体験、まあ、アジ釣りをしていただいてからの干物体験なんですけど、まあ、今日ご案内したようにですね、いろんな体験があるので、実際に来てもらってですね、まあ、体験を通じて海ほおずきの楽しさを知っていただけたらなと思ってます。で、まあ、知っていただくことによって地元に愛される施設であるように心がけていきたいなと思ってますので、皆様来ていただくよろしくお願いします。はい、では最後に何かご案内などあればお願いします、はいはい、そうですね、はい、8月なんですけど、海ほおずきワクワク体験イベント2days と題しまして、うん、2日間にわたりイベントを開催する予定です。まず1日目なんですけど、8月の24日の土曜日ですね、水産高校のボニータの皆さんがカツオの解体ショーをやってくれます。で、まあ、カツオの解体ショーだけではなくてですね、水産高校の商品の試食会をやったりとか、あとまあその解体したカツオを利用して手こね寿司の販売も予定しております。で、実はですね、その使うカツオはちょっと予定なんですけど、水産高校の白千鳥実習船なんですけど、で釣ったカツオを使用予定ということで、楽しみにしていただけたらなと思ってます。で、翌日の25日なんですけど、海ほおずきの方でですね、ワクワクつかみ取り体験ということで、1日に2回つかみ取り体験の時間を設けて、
限定各時間15名なんですけど、魚をつかみ取りしてもらって、そのつかみ取りしてもらった魚をバーベキューで食べていただこうというイベントです。詳しい内容はですね、ホームページ等でご案内 しますので、確認していただけたらなと思ってます、はい、こちらも本当に楽しそうな、はい、そうですね、イベントですね、はい、たくさんの方来ていただけたらなと思ってますので、よろしくお願いします、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。続いての暮らしの情報は第69回社会を明るくする運動についてお送りします。お話をいただくのは地域福祉課の東さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは今回のテーマが SDGs にどのように関わっているのか教えてください。はい、本日のテーマは3番、4番、8番、10番、16番、17番の、お話になります。はい、ではまず社会を明るくする運動とはどういった運動か教えてください。はい、社会を明るくする運動とは、全ての国民が犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの構成について理解を深めて、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築くための全国的な運動です。それではこちらをご覧ください。悪い道から抜け出せなかった僕だけど、変わりたいって思ったんだ。つまずくこともあるけど、みんなのくれた優しさを胸に未来に向かって羽ばたくよ。社会を明るくする運動。毎年行われているこの運動ですが、こういったキャラクターが使われていると、とても運動をイメージしやすいですね。はい、この運動は、毎年7月を強調月間としまして、全国で様々な運動が行われています。はい、そして今日は私もその運動の T シャツを着ていますが、ポスターやあとこちらのパンフレットにも可愛いペンギンキャラクターが描かれていますが、このリスタートとは何ですか？はい、このリというのはですね、再という意味です。今ですね、再犯防止に力を入れていまして、今年はですね、つまずいても立ち上がれる、社会を目指すという願いが込められたこのキャッチコピーを掲げて運動を進めています。では志摩市では実際にどのような活動を行っているんですか？はい、志摩市では、この運動の、趣旨を理解していただくことを目的としまして、市内の小学生、中学生にポスター、習字、作文、標語の、制作をしていただいています。また、この児童生徒の作品のうち優秀作品につきましては、イオンアゴ店の1階で7月10日から17日まで、展示を行います。他には何かありますか？はい、合わせて7月の12日から14日にかけまして、保護司と厚生保護の女性会のメンバーによってイオンアゴ店で広報啓発活動を行います。またこの7月には市内の自治会などの協力を得まして、この社会を明るくする運動や厚生保護活動に活用するため、愛の資金として募金をお願いしております。皆様ご協力の方よろしくお願いいたします。保護司と厚生保護女性会はどのような活動を行っているんですか？はい、保護司は犯罪を犯してしまった人の社会復帰に必要な指導や支援を行ったり、刑務所や少年院から社会復帰をした人がスムーズに社会生活を営めるよう調整や相談を行っている人たちです。また薬物の乱用防止や非行の防止など、未然に犯罪を防止するための活動も行っています。一方で厚生保護助成会は犯罪を犯した人の立ち直りの支援を行ったり、次世代を担う青少年の成長を願い、非行防止、健全育成、地域の子育て支援を進めています。はい、保護司の方たちに実際に相談したいと思ったときはどうしたらいいんでしょうか？はい、志摩市では2月の15日から厚生保護サポートセンターというものを開所しました。ここでは保護司2名が駐在をしていて、非行防止、青少年の健全育成など厚生保護に関わる幅広い相談を受け付けています。サポートセンターの利用について教えてください。はい、サポートセンターはアゴアリーナの第一控え室をお借りして運営しています。空いている人時間ですが、毎週月曜日、金曜日の午後1時半から4時までとなります。
また臨時的にお休みをいただくことがありますので事前にお問い合わせください。はい、ありがとうございます。では最後に一言お願いします。はい、毎年7月は社会を明るくする運動の協調月間となります。今後とも鳥羽島保護区保護司会の活動にご理解ご協力をよろしくお願いします。今回は東さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は安全安心講座のコーナーです。今回は熱中症を防ぐためにということで志摩広域消防組合消防本部消防課の西尾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。西尾さん、熱中症に関してはすでにニュースなどで耳にしますが、まずは熱中症について教えてください。はい、熱中症とは気温が高い、湿度が高いなど体温が下がりにくい環境で起こる体の異常のことを言います。体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことで体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。熱中症の発生は7月から8月がピークになりますので、これからの季節ますます注意が必要です。はい、これからがピークということで、熱中症を予防するためにはどうしたらいいんでしょうか。はい、熱中症を予防するために大切なことは水分補給と暑さを避けることです。こまめな水分塩分の補給を行っていただき、喉が渇いたと感じる前に水分を取るようにしてください。はい、暑さを避けるために気をつけることはありますか。まあ、皆さん扇風機やクーラーは使われているとは思うんですが。そうですね、室内では扇風機やエアコンを使った温度調節を行うほか、カーテンやすだれを使って日陰を作り風通しを良くしたり、打ち水をするなど室温が上がりにくい環境を確保していただきたいと思います。屋外では日傘や帽子を着用し日陰を利用するなどしましょう。天気の良い日は昼下がりの外出をできるだけ控えることも予防の一つです。はい、室内でも気をつけなければいけないということですね。はい、立ちくらみやめまいがしたり体がぐったりして力が入らないときや、気分が不快、吐き気を催す、倦怠感などを感じたら特に注意してください。そうなったときはどうすればいいんでしょうか。まずは涼しいところ、日陰やクーラーの効いた部屋へ移動しましょう。そして衣服を緩め、冷たいタオルや保冷剤、氷などで体を冷やして、スポーツドリンクなどを飲んで、水分、塩分を補給してください。自力で水分が飲めなかったり、意識がぼんやりするなどの症状があれば、直ちに救急車を要請しましょう。熱中症が疑われる人を見かけた場合も、同様に対応していただきたいと思います。わかりました。自分の体調の変化に気をつけなければいけませんね。そうですね、暑さの感じ方や暑さに対する抵抗力は個人で異なりますので、自分の体調の変化に気をつけて万全の予防を心がけましょう。中でも熱中症患者のおよそ半数を占める65歳以上の高齢者の方は特に注意が必要です。暑さや水分不足に対する感覚機能が低下していますし、暑さに対する体の調節機能も低下していますので、喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分補給をしたり、暑さを感じていなくても扇風機やエアコンを使って温度調節をするようにしてください。また子どもも自分で体調管理ができないので、保護者の方は注意を払ってください。では最後に一言お願いします。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。一人一人が熱中症予防の正しい知識を持ち、自分の体調の変化に気をつけるとともに、周囲の人にも気を配り予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。西尾さん、今回はありがとうございました。ありがとうございました。今回の島の国チャンネルはこの辺で失礼いたします。次回もぜひご覧ください。